アニメの声優でお仕事来てるんだけどってああはいんだこれは <laughs> そうですよねんなのこれってん、ね、なんだってありがとうございますありがとうございます亀田亀朗を演じました清水宏哉です、えー 亀とは真逆の見た目ですいません。<laughs> そうです、ね。派手な髪の真逆な,、ね、なのかはい、えー。本日はご来場いただきましてありがとうございます。あのー、本当に皆さんが初めてこの作品を正真正銘見ていただく方々になるので、はい、本当にどういう反応が、えー、皆さんからいただけるのかすごくドキドキ楽しみですよね。ドキドキ不安もありながら今日は楽しんで帰っていただければいいなと思います。<laughs> はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さあ続きましてカエルがエルタカ役磯村隼人さんですお願いしますはい、えー、皆さんこんばんは、えー、カエルがエルタカを、えー、声でね担当させてもらいました磯村隼人ですえっ、ー、と本当にあのすごくあの楽しくて面白い映画が完成したと思いますので、はい、今日まあこれから見ていただくということで、えー、このトークイベントを含め一緒に楽しんでいけたらいいなと思いますはいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。 オファーを受けた時の率直な感想、えー、そして台本や映像をご覧になっての印象を伺っていきたいなと思いますではまず清水さんからそうですね、はいまあ、みんな多分ほぼほぼ一緒だと思うんですけどオファーを受けたときはんじゃこりゃと、はい、そうですね <laughs> ため役って多分ほ、うんとあにも先にも今回しか多分ないと思うんでそうです、ねえー、まあでも結構なんかそういう,こうちょっと 変わったというか、まあ挑戦的な一面だったり実験的な要素だったりがあるこう作品はすごい好きなので、はい、個人的にはもうお二つ返事でお願いしますと言ってそうですね躊躇なく躊躇なくです飛,び飛び込みました <laughs> 飛び込みましたか。役って言われてなんかこう、役作りじゃないですけどなんんかやったたりしたんですそ,うそれを結構最初どうすればいいんだと思って「亀、はい」ってどういう感じなんだろうと思ったんですけど、はい、まあいざこう、映像になってみるとやっぱ、はい、まあ こう王道と歌ってるだけあり、はいうん、こう中身はすごくマッチョな青春ストーリーになってるので、そ,でねはい、そこに関してはあんまりこうなんか強いこうプレッシャーとか負担みたいなのは特になく、うん、ナチュラルに演じることはできたかなっていうふうには思います。気負、はい、うことなくできたということですね。はい、楽しくやらせてもらいました。はい。では続きまして磯村さんいかがでしたでしょうか。そうですね。まあ本当にヒロくんと同じ感覚でしたね。はいはい、でも。 あのーまあ、カエル川どうですかねみたいなところから亀田、誰やるんだろうと思ったら <laughs>、うん、清水君だったので、はい、あこれもやるしかないなって本当に <laughs> そこの信頼がね。そこってひるやく、うんが これやるんだっていう、耐性に僕は心奪われましたね。なるほど。めちゃくちゃ面白くなるだろうなっていうところで一緒に乗っかりたいなっていうのと、まあもちろんアニメーションも事前に見せていただいたんですけれども、このシュールなタッチが僕の好みだったので、非常にあの楽しみでありましたね。なるほど。じゃあ今聞いてまさか清水さんが二つ返事だったとはって感じですか。そうですね。そんな早かったんだ。そんな早かった。びっくりしました。悩むことなかったんだってね。はい。まあその オファーの時のそのえマネージャーさんとかからお聞きになったって感じですかそうですね、はいマネージャーさんから聞きましたねどういうトーンでこういうのってオファー受けるんですかアニメの声優でお仕事来てるんだけどって、はい、ああ、はいはいって資料を渡されたら、本当にこんな絵、はい、この写真みたいのがあって。<laughs> <laughs> なんだこれは <laughs> そうですよね何な,な,な,なのこれって何なんだって最初それな感じでしたね気持ちとしては <うん S 1> まあでもね蓋開けてみたら絵だけじゃなくてその物語もしっかり描かれていたのでそこも含めていいなと思いました。なるほど